野草の葉に何かいます。白と黒のパンダ柄の昆虫です。よたよたと動き始めました。頭部の形からゾウムシのように思えます。テクテクと歩き始めました。図鑑を探ると、オジロアシナガゾウムシという名前が見つかりました。クズの茎に卵を産んで繁殖するようです。